マサソイトの像、マサソイトとは、アメリカインディアンのワンパノアグ族の州長。ロードアイランドのブリストル付近に居住していた。マサソイトの死後に州長となったワムスッタは、長男で、フィリップ王戦争で白人側と対決した、メタコムは次男である。マサソイトは1581年に、現在のロードアイランド州ブリストル軍のワーレン、付近にあるワンパノアグ族のパカノケット村で生まれた。 ワンパノアグ族は当時約30の村を有する一大部族国家だった。マサソイとはアメリカ最初期のイギリス人入植者であるピルグリムファーザーズに食料を与え彼らを救ったワンパノアグ族の宗長として知られる。イギリスから来たピューリタンのピルグリムファーザーズ一団はワンパノアグ族の住む村の付近にプリマスの集落地を建設し入植した。 しかし白人入植者たちは慣れない土地での環境に苦しみ、病気や寒さ、飢えなどで半数近くが死んだ。そこへ付近に住むマサソイト州長をはじめとするワンパノアグ族がピルグリムファーザーズにトウモロコシをはじめとする農作物の栽培方法を教え彼らを上から救った。すべてを共有するというインディアンの文化に従って ワンパのアグ族は白人たちに惜しみなく、食料を与え、彼らを助けたのである。マサソイトは1621年3月22日に、ピルグリムの新教徒たちとの平和条約にも署名し、彼らと同盟を築いた。なお、この平和条約は、マサソイトが死ぬまで守られ、両者は比較的平和に共存していた。1661年に、マサソイトが死ぬまでは、 ピルグリムの白人と同盟を築いていたが、1636年にピルグリムの白人入植者がピクオート族に対して起こしたピクオート戦争ではピルグリムとの友情関係から中立を保っていた。マサソイトには5人の子供がいたが、マサソイトの死後はワンパのアグ族の新集長には息子のワムスッタとメタコメットに受け継がれた。 しかし、ピルグリムの白人たちが彼らの土地を奪い、インディアンを虐殺し始めたため、1675年に、ワンパノアグ族は侵略者に戦いを挑むこととなった。マサチューセッツ州南東ブリストル郡フリータウン、フォールリバー、アソニット付近にある、フリータウンフォールリバー国有林にある、アソニットロックと呼ばれる、高さ約15メートルの花崗岩でできた、この岩は、人の顔に似ているが、 マサソイトに似ていると言われていることで知られている。また、マサチューセッツ州にあるマサソイト国立公園の名は彼の名にちなんでいる。ありがとうございます。